エスタビルの地下のカタコムに行きたいんです。護衛を引き受けてもらえませんか。これがいいかな。もう少し偉そうなのはないかな。何をしているの？ミイラを探しに来たんですよ。薬の材料として高く売れるらしいんです。これがいい。なかなか偉そうなミイラだ。墓荒らしみたいね。人様の家の炭素を漁ってるわけではないし、洞窟で宝探しするのと何か違うんですか。いいミイラが手に入った。さあ帰りましょう。どうもありがとうございました。これはお礼です。ミイラを買いませんか。不老長寿の薬になりますよ。本当に不老長寿の薬になるの？おや、あなたでしたか。薬の能書きなんてものはただのハッタリですよ。こんなもので不老長寿になるなら、まず自分で飲みますよ。なかなか売れませんね。別の町に行きましょうかね。買いませんか。不老長寿の薬になりますよ。なかなか売れませんね。別の町に行きましょうかね。ミイラを買いませんか。不老長寿の薬になりますよ。なかなか売れませんね。別の町に行きましょうかね。ミイラを買いませんか。不老長寿の薬になりますよ。なかなか売れませんね。別の町に行きましょうかね。ミイラを買いませんか。不老長寿の薬になりますよ。なかなか売れませんね。別の町に行きましょうかね。ミイラと一緒に旅をしていて気持ち悪くないの？私だって気持ち悪いですよ。でもこれも商売です。メルビルに行けばミイラを買ってくれる人がいるらしいです。もう少しの辛抱ですよ。メルビル行きの船だが乗るかい？しっかりしなさい。ミイラが生き返った。ジョス、他の乗客に知らせないと。船内に吸血ミイラがいるわ。落ち着いて逃げて。船内に吸血ミイラがいるわ。落ち着いて逃げて。船内に吸血ミイラがいるわ。
落ち着いて逃げて。船内に吸血ミイラがいるわ。落ち着いて逃げて。大変な目に遭ったわ。このミイラどうしよう。